こんばんは、こんにちは。おはよう。いらっしゃい。ちょっと待って。はい。ということで、おはようございます。こんばんは。で、はじめまして、初見さん。いらっしゃい、ポケさん。Welcome, welcome. いらっしゃい。はい。今ったばっかり。おはようございます。ああ、そうですね。おはよう。ここはね、ずっといつもこういうことを言って、でも今日は、ここはね、2022年5月23日、今は21時26分で、今日は日本語の勉強162日目。始めましょう、そろそろ。まず、漢字の復習です。ジョニー。Congratulations. Augment. いや、これはね、普通に知ってますけど、この方法で一体どんな言葉でした？ちょっと忘れました。なんだっけ？あ、gain。はい、そう。あるとか、週でしたっけ？はい、学習でしたっけ？いやー、卓。いや、取得、卓。取得とか、ある、あり得るとか、説得、獲得。すごい、私は書けない字が結構ある。ここに、この、辞書で、漢字の書くことはね、僕によっては、漢字は、もうちょっと思い出しくなってますね。書けたらもっと覚えられなくてって感じね。アルターネイ、それだけですね。多分、現代はね、スマホやパソコンのおかげで、書けなくてもいいですよね。でも、いいことと思います。これでしたっけ？はい。誰じゃなくて、ちょっと似てますけど、漢字は Nintendo DS のソフトで勉強したけど忘れちゃった。昔音じゃなくて、いつもこういうこと。そうですよね。いや、そういうこと、来たことありますね。
ドアルヒットはなんか 3DS とか DS とかでドアルソフトで勉強、漢字は勉強してて、そういうこと聞いたことありますけど、一体どんなソフトは全然知りませんね。Allocate solely. Oh, solely, solely. Solely. まあ、とりあえずはいいと思いますけだっけ。あ、火星。Political party. Repeatedly. Politician. おもう。A threaten restore. ああ、マンでしたっけ？マンガとか。なんだっけ、あ、波じゃなくて、はい、波、なんかすごく普通 普通というか日常的になんか見えますけど、ああ、メグロンさん、いらっしゃい。こんにちは。こんばんは。おはようかな。なんていうか。2:30。いや、3:30？マイク。The math is hard. あ、取る。あ、カンパニー。フツスミツのパーツでできてる感じは割と覚えてるけど、複雑な感じは覚えてない。まあね、確かに。でも読めればいいですよね。333、ああ、ナイス334。まあでも確かに。なんかそういうことは。僕にもあった。なんか去年はね、なんだっけ、4月ぐらいでしたっけ、でいっぱい勉強してて、なんか1ヶ月半ぐらいでいっぱい勉強してて、けどやめてね、なんかいろんなことがあって、用事があって、でこの最初の日はね、はい、もう一度、
なんか勉強したあの漢字を覚えましょうというか復習しましょうとかね、しようとしました時に、なんか忘れたことはいっぱいでした。なんか簡単なやつね、とあの日とか月とかまだ覚えましたけど、なんかちょっとだけ複雑したらそれはちょっと無理でしたねって感じ。ですので、そういうことがあったから、すごくというか一番大事のは毎日ちょっとだけ復習でも勉強しててすごく大事と思ってます。ああ、時間開けてもう一回やるとよく覚えられますね。確かに。そうそうそう。なんかそれはなんか毎日勉強してる理由ですね。なんか復習だけでもいいと思います。なんかね、しなかったら後で多分なんかこれは、はい、400忘れました感じ、もう一度覚えてくださいってなってしまいますね。それはちょっと厳しいですよね というか大変。まあでもなんかみんなはこういうことできなくてよく分かってます。なんか例えばね、なんか大学を勉強してて、なんかもうすぐ期末テストがあって、いや日本語の毎日の勉強は無理できなくて、やめたい時もあったけど、まあなんか15分ぐらいだけで頑張ってみましょうってなってしまいました。で、まだ続けてますね。なんか162日で毎日ちょっとだけ勉強してて。まあでも、なんか、とある日は、勉強しなくても大したことないと思いますけど、なんか僕によってそういうことをしたくないね。まあでもなんか忙しい日があったらとか問題ないというか、ただ仕方ないですよね。でもこの配信は少しでもなんか他人はなんか、はい、僕もちょっとだけ頑張りたいとなってしまったらなんか嬉しいです。まあで、なんか配信はすごくいいわけです。なんか友達と遊んでも、ああ、もう遅くなっても、なんか遅くなってもというか、遅くなって、ああ、なんか、ああ、ちょっとだけ失礼します。ただ、
なんか配信しなくても、しなきゃね。で、ああ、そうですよね。そうそうそう。はい、どうぞ。行って。はい、頑張って。で、ってなってしまいますね。で、なんか普通に、ああ、もうやめまして、勉強するのは、なんか多分同じことなんですけど、僕によって、なんか配信がしらなきゃいけませんので、なんかそういうこと言えるようになってます。って感じ。私も頑張ります。はい、頑張ってください。お互いにね、頑張りましょう。ああ、証拠。ああ。ああ、で、状態、ああ、一番ね。安心、relief、釣り。釣りってなんだっけ？ああ、これ。ここはちょっと。ミスしてしまいましたけど、まあいいか、ささやく約束。ああ、ちょっと何でしたっけ。ああ、覚えました。覚えました。だっけ。ああ、呼ばれました。はい。約束。悔しい。関係。察し。子供、寒い。ああ、咲く。ブルームライ。ああ、答える。アンサー、リプライ。よし。はるか、far away kind of thing. Far off. 瞬間、instant moment. あ、これは今のはね、なんか、漢字なしですね。ただ、もっと聞き取りたいので、こういう勉強も、作ってというか、知ってますね。
箱ボックス反対オポス面接インタビュー提案プロポーサル瞬間何移動瞬間移動なるほどね。That's such a cool word. It's also super helpful in video games. I love it. イントネーションは、地域によって違うのでとても難しいですよね。そう、そうです。すごく難しいです。まあなんか普通のなんか東京のイントネーションで勉強してます。ただね、なんか辞書のなんかいいことはね、なんか普通になんかほぼ全部のアニメは普通の東京の日本語で話していますね。で、ニュースもね、なんかこれは聞いたことあるので話半分聞いてくださいけど、なんかそういう方はね、声優とかイントネーションの練習はよくしてますとらしいですね。でそういうことを使ってそういうことを使ってというか勉強になって、でそういうことをできるだけかな、近くしてなんか真似してね、東京ので、それだけですね。でなんか関西弁とか他のなんだっけダイアレクト、なんか他の方言聞いたら、ただなんかいいなと思ってながら聞いてけど、なんかイントネーションは真似をしなくてって感じですね。でそういうことしてなんとなくイントネーションは少しだけでも勉強できますかな。なんかいいか悪いか知りませんけど、まあね、頑張っていますって感じね。なんか多分日本人はね、あんまり今のイントネーション違うって感じは言わないですよね。なんかこの5月ぐらいの配信でたった一人そういうこと言いました。いや、はい、多分一人、まあはい、まあでもそれでもういいと思います。なんか僕にはね、なんかイントネーションとか発音とかすごく気になりなっています。なんか英語でもね、時たまにスペイン語でもね、なんか僕はねスペイン人けど、なんか今はカナダに住んでますけど、なんか時々ちょっと変なイントネーションで変な発音でなんかとある言葉言って英語で、いやー後でよく気になってます、いやちょっとこれはなんだっけ、おいや本当のいい発音でし、何でしたっけね。で日本語もねそういうことになってしまいました。いやーこれは頭の中でしたっけ、平和でしたっけ。で今の悪かったって気になっています。ですね、私もひどい英語を使いますが発音について言われたことは
一度もないです。ああ、そうですよね。そうですよね。英語でもみんな優しい。そうそうそうですよね。なんか優しいけど上手くなりたいって感じね。なんかそういう優しさはあるはすごくいいと思います。なんか感謝してますというか、あ、尊重というかできますね。でも日本語を勉強してる方として、ちょっとね、まあでもそういうためにね、多分言語交換アプリとかありますね。でなんか日本語の先生とか教師あるので、そんなに気にしたらそういうこと使いますね。とりあえず独学でもいい感じ少しずつと思います。はい。あ、これはたまにつかむ、catch hold seize。近況、聞いてもいいですか？ポキさんはどんな方ですか？なんか僕はスペイン人ね。そういうこと。ああ、はい、トランシティブ。キッシング。Oh, is that a resolution? Determination? Yeah. My lost or lost child. 日本人のコンピューター。ああ、そう。ああ、技術者。おお、そうですか、すごい。あ、日本人です。なるほど。病院。なるほど、なるほど。すごい。そういうこと、なんか、僕の勉強してることは関係があります。SNS コレクターです。あ、そうですか。あ、すごい。なんか、レトロのことすごく好きです。すごい。で、これは何だっけ？あ、10回。何だっけ？あ、科学。サイエンス。あ、カーボン、洞窟。で、積み枠まで。はい。終わりました。今日の復習は。よし！ちょっと、久しぶりの新しい漢字、勉強しましょう。なんか先週はね、リフォークしてて、あんまり新しいことを勉強しなかったです。ただ、復習ばっかり。聞いてもいいですか、ポケさん。新しい感じ。なんかコンピューター、なんだっけ。あ、ギー、実は。ちなみに、こういうアプリ使って、たまに知らない言葉があって、調べて。これはね、この場合ね、技術者。無理ね。ああ、難しい。なんか、英語で、コーディングとか、プログラミングとかしますか？なんか難しいですか？ちょっと気になります。なんか僕はね、今ね、サイバーセキュリティとか、なんかコンピューターの関係、勉強してて、大学で、
卒業の後で、日本に働けたらいいなと思っているので、そういうことを少しずつ調べたいですね。で、日本にそういうことを働けたらどんな感じですかね。ちょっと気になりますね。Tax. We're starting with tax. See, hi. tax. 私もサイバーセキュリティのエンジニアなので、こうねはたまにしますね。たまにだっけね。よしというか、好きなんですけど、失敗コードを書いたりとか。なるほどね。ちなみに、まだ1年生ので、もうすぐ 2年生になりますので、なんか、あんまり、失敗って何？はい。なるほどね。ソフトとか、あと、大量能力の、処理のためにプログラムを使ったりとか。確かにね、そういうこと。なるほど。確かに。それは、なんていうか、データサイエンスというか、みたいなことね。なんかいろんな能力やデータを、あるので、なんか、ちゃんと、情報を、なんていうか、受けるためにかな。プログラムを作ってって感じね。日本の、難しい。通信事業者のために、10億よのレグを処理するプログラムを、C++、なるほどね。で、書きました。C++ はいい。書いたことあります。Wheat and double tax. Okay. This is pretty simple. Wheat and double for tax. Say again. Say. 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 消費税。なるほどね。ありがとうね。ありがとうございます。答えてくれてね。なんか、まだね、なんか、僕の日本は、まずいので、そういうことを、調べたいなんですけど、まだ いろんな難しい声や、あるので、なんか、やめとこう、となってしまいます。とりあえずね、とりあえず。まあでも、しなくてもいいと思います。まだ、1年生だし、ですし。ぜひ日本に来てください。日本には、高等教育を受けたサイバーセキュリティエンジニアは、ほとんどいないので、あなたのような人材はどこの会社でも活躍できますよ。そういうこと、よく考えていましたというか思っていますね。なんか、
なんか4年生は、いや、4年、ちょっと、4年前ね、大学は、で、同じことを勉強してた。同じことね、ポケさんの同じことです。なんか、コンピューターエンジニアとかでしたっけ？技術者。ね、勉強してて、で、やめて、はい、本当には何勉強したいかってよく考えて、で、なんか、特に夢とかがないので、なんか、働くことね。で、はい、なんか、人って、なんか、いろんな理由で、サイバーセキュリティになってしまいましたね。なんか人を守って。で、なんか、理由は、なんか、3つとか、まあもっとありますけど、この3つは大事と思います。なんか、お金をもらう。これは、なんか 確かにね。なんか、お金は、お金ですね。で、人を守って、で、どこでも働けます。で、ね、どこでも。それはすごく大事と思います。お金大事ですよね なんかでもお金はね、家族のためにと思います。タックス、そうそう。税、タックスね。ちなみにね、この本はね、なんか、漢字の覚える方法の本というか、教科書というか、ね。で、たまになんかあんまりなんか成功の言葉じゃないというか、ちょっと本当の使い方はちょっと違います。でもこういう言葉でよく覚えられます。こういう感じって感じね。そんな感じです。まあこれはね、でも当たってますね。Death and tax. まあね、楽しくないね、面白くないね。それはタクシス、どこでも 恐ろしいことですよね何時？ああ、22時。なるほどね。はい。次は、immature。immature。英語も難しいね。若いじゃなくて、これ？これか。やや。若。幼稚園、幼い、幼稚園、なるほどね。
Because I use a different word that is in Turkey for this radical on the right, I can associate it as to the food being played in some way and playing with your food. It's immature. なんかこういう感じの覚え方はね、ちょっとだ。左の方はね、なんか wheat、wheat って何でしたっけ？なんか what じゃなくて wheat。なんか食べ物として考えて、なんか右の方はね、なんか遊び方というかね、として覚えて、なんか子供っぽくってね、なんか食べ物で遊ぶことはね、あぜあるいは、はい、それ、お米。や、麦。そうそうそう、お米、や、麦。右は、喜び人の様子を、示してますかね。あ、そうですか。なんか、この本はね、なんか、覚えるためにはね、右の方は、なんか悪魔じゃなくて、でもそういう、なんか似てる意味です。なんか悪魔というか、悪人というか。ね。で、なんかちょっと、お米は悪人から奪っているので、タックスって、税になっていますね。そういう覚え方をこの本はよく教えてくれてますね。なんか普通にというか、あんまりそういう説明しませんね。ただ書いて、どんな覚え方を使って考えたけど、あんまり言いません。でも今日はね、なんとなく痛くなってしまいました。なんでだろう、毎回。まあ、でもそんな感じかな。なんか、他の、なんか他には、なんていうか、言い方。この配信に聞いた人はね、なんか僕も日本語を勉強したいで、なんかアドバイス、中国とかアドバイスとかで、これよく言ってね、なんかどんな方法でも覚えられるならそれはいいと思いますね。なんかどんな方法でも覚えれますね。それは、それなら、問題ない。そこから、収穫。収穫。そこから、収める。税金。示しているらしいです。そうか、そうですよね。廃屋、記憶、できるならどんな覚え方でも素晴らしい。そうですよね。なんか、ドクワクしているので、そういうことをよく考えましたね。なんか、で、結局には、2つのことは大事と思います。なんか、どんな方法でもできるならいいと、なんか、毎日少しだけでも、なんか、して、なんか、15分だけでも、ちょっとだけ勉強したらいいと思います。で、そういうことを、
受け取ってというか、ただね、誓ってというか、で、毎日勉強続けてって感じね。米を巻きじゃなくて、取れてて喜んでる人を書いている感じなのに、その後取られる正金の意味しているのが面白くて覚えてました。なるほどね。なるほどね。わかりますね。わかります。毎日勉強素晴らしい。素晴らしいけど、大変です。なんか今はね、ここに、昼休みです。春休みです。で、まあ夏、もう夏かな。まあ夏休みです。なんか、9月まで、勉強がないですって感じ。勉強じゃなくて授業、講義がないので、なんか普通にできますけど、2年生になった時にそれはもう一度大変になりますね。まあでもまあできます。よし、immature。 はい、次はハーモニー。平和で見たことあります。などはただはあいやおかやわらぐやはいならならはい、はい、読み方いっぱいありますね。平和、脅迫、和平、え、平和と和平、なんで、おい、なんで、はい、ハーモニー、なるほどね。なんかこれもうね、覚え方ちょっと安くね、安いと思います。なんかお米というか、といえばご飯があれば、なんか人はみんなは食えればというか、食べればなんか平和になってしまいますね。平和というか、なんかあんまり問題がなくて、仲良くしてって感じね。和平はアクション、まあするの、なるほどね。分離とかがありますね。ありますか？ないです。はい、かな。ありがとうございます、教えてくれて。It's also the kanji for Japanese. Oh, true! I
Isn't this also the one to use for like Japanese cuisine and Japanese stuff?和平するってどんな意味で、なんか国的にって感じ？なんか謝ってるって感じ？なんかどんな大きいか、小さいか、ちょっとわかりませんというか、なんか今までね、あんまり見たことないです。まあ見たことあるかもしれませんけど、そんな時はね、わかりません。日本語はまだ下手でした。まだ下手なんですけど、さっきより、わかってます。服や、和食や、和食。Yeah, that's what I wanted to say. はい、国同士で、同士。使われる場合はほとんどです。パキスタンとインドが和平するとか。ああ、なるほどね。なるほどね。で、例えば、なんか、ウクライナとロシアは和平してほしいわね。みんなはそういうことをしてほしいねって感じかな。なるほど、なるほど。ありがとうございます。ここにいます。で、ハーモニー。Actually, let me change that. Harmony and Japan stuff. はい。秒。いや、秒じゃなくて、秒。なんだっけ？はい、秒。で、秋。で、私。はい、これ、知りません。とりあえず、秒と秋、書きます。ああ、いや、なんかもう知ってますので、書かなくてもいいと思います。The reference here is to a second of time, the elements wheat and few. これはアトムプラスハート、ディストレス。困難じゃなくて。何ですか？ああ、教師、哀愁。なんか、寂しいって感じ。しそ。しそ。なんか、文句とか。自然、下んぼ、就職。なるほどね。なんか、これはね、8年間でチリに住みましたね。で、あそこにね、
秋はね、5月ぐらいで。で、5月病気を使ったらって感じね。まあでもそれはちょっと、まあ割りくどいことね。まさに秋の感じですね。そうですか？まあ、多分、なんかね、わかる。はい、わかる。なんか、全部、死んでいるって感じね。なんか、花とか、木とか。で、そういう感じかな。ね、なるほどね、なるほどね。そういう詩とか。そう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 、わかる。わかります。まあ、それは明日の感じです。今日はここまでね、こういうこと。毎日5つ勉強してます。ね。確かに死んでいく感じありますね。そうそうそう。で、漢字で言葉は2つはなんか、いつなんか漢字はね、覚えるは2つの、なんですか、ことを作ってるね。I cannot explain the flashcards in Japanese, but basically, each kanji makes two flashcards, reverse and back. おお、乙女と後ろかな？ね、なんか漢字と意味で2つになってますね。いや、first の乙女じゃなくて、what was the front？ Come on！What was it? I hate it. Come on. 表、表、ああ、表、はい。で、後ろ。しまった。ってと裏、裏、そうそうです。表裏、それもありますね。はい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 、ありがとうございます。メモはなんでこんなに小さくなってしまいました？はい、もう見えますね、メモ。はいはいはい、ありがとうございます、2人とも。なんか悔しいです。まあ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 、でも勉強にななりましたね。ね、いいことです、いいこと。はい、しきたい。しょうゆ、しろ、しろい。水曜日、すすかたすき、少ない。すぐに少しずつし。ストーブ、スプーン、スポーツ、ズボン。ズボンか。スリッパ、これは英語じゃなくね？ じゃないんですか？英語じゃね？英語じゃないんですか？ね、マイカ、そうです。セピロツレ、センセツ、あ、センセ、あ、センあ、先月。
そうですよね。そう。選択。なんか、日本語を勉強してる人として、ちょっとね、なんか、まあでも、すごく便利です。なんか、ただ英語で言えますね。はい、スプーン、はい、ストーブ。まあでもちょっと違うね。なんか、ストーブと言ったら、なんか、分かれない可能性がありますよね。ありますので、ただ、ストーブって言う方は、いいです、と思います。全部。外、空。はい、次。それから、それでは、大学、大使館？ まあね、まあ、大丈夫、大好き。大切。台所？キッチン？Also financial situation? え？なんかこの単語のリストはね、たまに、になってしまいます。なんか、これだけで本当の意味、なんか把握できません。T シャツみたいに日本語に ホワイシャツみたいに日本語に定着した英語もありますね。そうですよね。確かに一部の意味しか隠れてませんね。そうそうです。とりあえずこれ覚えましょうかな。今日はそんなに時間がない。なんかもう遅くなってしまいました。キッチンの意味もありますけど、家の財産の意味もありますし、なるほどね。なんで？難しくない？くないですか？まあ、考えたらちょっと分かってきますけど、ちょっとなんか ズボンでしたっけ？難しい。日本人も日本語が使いこなせます。なるほどね。いや、そういうことを聞いたことあります。よく。いや、日本人でも漢字は難しいね。で、とか。名前はね、読めない時もあったりね、とか。まあ確かにね。ズボンでしたっけ？
日本人は子供の頃から9年間日本語の授業を週にかな4個時間受けますが、それでも使いこなせます。そうですか。難しい難しい。なんか勉強すればするほどはなんかなんて素敵な言語なんていうかなんか時もありますけど、いやこれはすごくめんどくさい時もありますって感じね。ね。なんか普通に好きですね。なんか好きじゃなかったらこんなに頑張れませんけど、なんかたまにね、なんかたまに先月じゃあめんどくさい言葉です。好きだけど。そうですよね。あ、言葉じゃなくて言語。はい、読めます。あ、少しずつ少しずつ。あ、はい。あ、先月大使館なんか普通にね、あのか日本の文化興味すごくありますね。はい。あ、大使館アンバシー。はい。ああ何大使館。なんかたまにね、なんかすごく直感があることを見つけますけど、すごく他の時もね、なんかたまにね、なんかこれは一体どんな方で覚えられますか時もありますね。なんか何これ、えってね。でも逆にね、たまにもね、なんかこれはすごく直感がありますね。なんかすごく安いというか、なんか確かにと思ってしまいますね。そういう時もありますけど、たまに確かに。確かに辞書に書いていない言葉ってみんなどうやって覚えるのか。まあですよね。わかりません。
なんか英語でもスペイン語でもなんか話すことは難しいです。私は時代かな、時代劇と漫画とゲームで覚えました。ああなるほどね、そうですよね、それはすごく助かりますね。僕もね、なんかゲームでアニメやゲームやアニメや漫画やで勉強してますね。これはね、例えばね、このメモはね、ねアニメをなんかアニメを見ながら調べましたことです。これで時代劇、そうサムライ、はい、なんか昔のことね。まあ僕はね、なんか現代の日本語を勉強してますけど、たまにそういう日本語も興味があります。なんか英語の昔の英語もなんとなく分かってきました。なんか例えばね、自由じゃなくてダウって感じね。でなんかいつか日本語のことをなんか流暢になったら、なんかそういうゲームもなんかやってみたいね。そういうこともなんかはいやってみたいです。まあでもとりあえず字幕でいいと思います。あ、時代劇の原作じゃなくて作、なんだっけ、あ、作品、そう作品とかでも見ての通り、まだ僕の日本語はまだまだね。昔の英語面白い。私も最近アイランドって単語について勉強しました。アイランドってなに、はい、って何ですか。すみません。あ、いや、大使館。大使館。台所。
なんかそういう話題かなの話についてというか、なんかまだ日本語のことあんまり良くないんですけど、なんか他のなんだっけ、方言でしたっけ、ダイレクトということなんか、はい、方言でした。なんか他の方言やなんか昔なんか普通の日本語じゃないとよく分かってきますね。なんかこれはちょっと違う、ちょっとなんか喋り方は話し方はちょっと変わってるってなんか気づけますね。でそれは面白くてもっとなんか興味があります。なんか どんな方で話してますか。でもまだ早いと思いますね。なんか早いね。あ、古い英語かな。あ、古英語。あ、では、I am。中英語で、I am や I am だったのが、フランス語の影響で I am になったいうのを勉強しました。あー、なるほどね。だから、S があるでもそういうことは言わないね。アイランド。子供の頃はね、いつもイスランドと言いました。なんかスペイン人としてね。はい、どこら。なんかとあるなんていうかドラマとかの話と思っていましたね最初は。まあでもそういうこともね。はい、あーで残念ながら今日の配信はね、この辺で終わろうと思います。ちょっと短くて、いや、もうちょっと勉強できますけど、なんか、夕飯でしたっけ？いや、ただお腹空きました。あ、はい、夕飯食べて。食べたいし、なんかお腹空きましたし、で、4時があるし、で、終わると思います。はい。ということで、見に来てくれて、本当にありがとうございます。いろんなことを教えてくれてもね、本当にありがとうございます。助かりました。Alright, I'm gonna call it a day. I'm gonna go get dinner and stuff. ありがとうございます。お疲れ様でした。はい。Yeah, thank you for watching. Thanks for hanging out. I'll see you guys next time. はい、また今度。バイバイ。